どうも、こんにちは。いつのディズニーパークチャンネルです。今回はアトラクションには混みやすい時間と混みにくい時間がありますという話をしていきます。ディズニーを楽しむ上でアトラクションになるべく待たないということは大事なことだと思います。例えば混んでる日なんかだと1時間待ちは当たり前、2時間待ち、3時間待ちとかになることもあって、もちろん並ぶのかなりしんどいので待たずに乗りたいなという気持ち皆さんもあると思います。ただ実はですね、ディズニーランドのアトラクション、一日の中で混みやすい時間、混みにくい時間というのもあります。もちろん完全に一日中全く待たないみたいな動きをすることはできないんですが、そのアトラクションの混雑のしやすさ、傾向を知っておくことで、皆さんご自身がいつ行くべきか、事前にプランを立てる際に役立ちますし、当日その場でどこに行ったらいいかの判断をできるようになります。というわけで今回は今はまだ何もねディズニーに関して詳しく知らないけど、これから知識をつけてパークを攻略していきたい、たくさん遊ぶためにしっかりと学びたいという方に向けて、ディズニーのアトラクションの混雑の傾向や時間帯別の過ごし方の例なんかを紹介していきます。この動画を通して一日の予定を立てやすくなっていただければなと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです。早速結論です。ディズニーのアトラクションの混雑の傾向は4つの段階があります。それが開園直後、朝、午前中、昼から夕方、夜です。アトラクションはこの4つの時間帯のブロックによって混雑のしやすさ、しにくさというのが変わってきます。まず開園直後です。ここは1日の中で最も空いているタイミングです。やはり開園してすぐというのは皆さんがまだパークに誰もいない状態から、これから人が増えていって新しい並んでいくというところがありますので、どんどんと朝早く入れれば入れるほどアトラクションに、人気のアトラクションには少ない待ち時間で乗ることができます。ここで人気のアトラクションというのはパスが発行されているようなアトラクションですね。プライオリティパスやディズニープレミアクセスが発行されているようなアトラクションたちです。まあ皆さんがとりあえずパッと思いつきでなんか乗りたいなと思っているものは、ここの人気アトラクションに入ると思ってください。ここで気をつけたいポイントが一つあります。それは開園直後に人気のアトラクションに少ない待ち時間で乗ることができるのは、開園から5分以内で入園できた場合だけですね。もちろん混雑状況によってはもうちょっと遅い入園でも空いてる可能性はありますが、まあ、全体的に見て開園から5分以内の入園でなければ空いてるタイミングで並べなくなっちゃいます。むしろ一番1日の中でピークの待ち時間、一番待ち時間が長いタイミングで並ぶことになってしまいますので、ご注意ください。開園直後、開園してから毎秒何十人何百人という方がパークに入園していきます。でその方々が一気に人気のアトラクションにガーッと並んでいくので、人気のアトラクションの待ち時間はどんどんと伸びていきます。もう1分2分の差で10分20分30分とどんどん変わっていきます。なので一番最初の人はもちろん待ち時間はほとんどなく乗ることができますが、もうちょっとでも遅れるだけで10分待ち20分待ちとどんどん待ち時間が伸びていき、その後開園からだいたい10分ぐらい経つと昼間に並ぶのと同じぐらいの待ち時間になってしまいます。でそのままさらにもうちょっと行ってくると、1日の中で最も待ち時間が長くなる朝のピークに突入します。なのでよくありがちなのは、朝一で人気アトラクションに行こう、朝一は空いていると思っている方もいらっしゃると思いますが、それは正確には開園から5分以内で入園できた方だけが朝一で人気アトラクションに少ない待ち時間で乗ることができます。開園から5分以上経っていった場合はですね、もうすでに昼間の目安と一緒か朝のピークに巻き込まれますので、空いてるどころか一番混んでる時間に並ぶことになります。まあほとんどの方がそういう気持ちで朝行ったら空いてると思って朝にグワッと行って、結果朝のピークが発生するという状態になっておりますので、もしね朝だったら何でもいいと思っている方がいらっしゃいましたら、空いてる時間にはタイムリミットがありますのでご注意ください。でそのタイムリミットは開園から5分以内で入園できた場合だけです。でなんで開園から5分以内なのかというと、まあこれはもう経験上から開園から10分経つと人気のアトラクション待ち時間が昼間と一緒だからです。でエントランスから各アトラクションまでの移動距離、その辺含めると開園から5分までに入園していないと開園から10分以内の空いてるタイミングで乗ることができないという話ですね。
では開園から5分以内で入園するにはどれぐらい早く朝替え待ちをしている必要があるのか、これに関してはだいたい7時までが目安になってきます。その日の混雑の状況とかによって変わってきますが、まあ、これまでめちゃめちゃ混んで7時でちょっと遅いぐらいで、まあ基本的に6時台についていればどんな混雑状況でも対応できる可能性はかなり高いです。もちろんなるべく早ければ早い方がいいので、じゃあ7時に行ったらいいかって言ったらね、7時に行けという話じゃなくて、7時遅くて超ギリギリ遅くて7時までって感じですね。6時台についていればまあ比較的少ない待ち時間で行ける可能性は高いよと、一つの目安、まあ安心はできるんじゃないかなという目安が6時台の開園待ちです。7時以降の替え待ちになってくると、まあ日によりますが、少なくともめっちゃ早く乗れるっていう可能性は、まあ結構低くなってくる。昼間よりもちょっとマシかなぐらい。で、ちょっとでも替え待ちが遅れてしまいますと、まあ7時15分とか7時30分とかになってくると、どんどんね、昼間と同じになって、8時以降の替え待ちになってくると、確実に朝のピークに巻き込まれちゃいますので、ご注意ください。で、この朝のピークというのがだいたい11時頃までですね。開園から1時間から2時間ぐらい。ここが1日の中で人気のアトラクションが一番混んでる時間帯です。もちろんですね、はい、とりあえず人気のアトラクションに1個乗りたいという場合は、そこに行くのは止める権利は僕はありませんが、効率的に1日を通してアトラクションになるべく待ち時間を減らして乗っていきたいという気持ちの方は、朝並ぶのは避けて、まあもちろん待つことには変わりないんですが、朝並ぶよりもそれ以降、お昼以降の時間帯に並ぶ方がトータル見た時に効率性は高くなってきます。ので、朝開園直後以外の方、人気アトラクションに並ぶというのはあまり得策ではない状態です。ではこの時間帯どうしたらいいのかというと、おすすめは小規模、中規模系のアトラクションに並ぶことです。この時間帯は多くの方が人気のアトラクションに集中しているので、その裏でそれ以外のアトラクションの待ち時間が結構下がっている状態、少ない状態になっています。で、その小規模、中規模のアトラクションもお昼以降になってくると、人気のアトラクションを乗り終えた人たちが流れ込んできて、待ち時間がぐっと上がっていきます。なので、それよりも前に、混んでくる前、人が流れ込んでくる前にこの辺のアトラクションに先に乗っておくことによって少ない待ち時間で体験することができます。またこのタイミング人気のアトラクションを外して昼から夕方に行くことによって、人気のアトラクションは朝のピークを避けて昼間にちょっとマシになってきたタイミングで乗る、小規模中規模系のアトラクションは昼まで混む前に朝の空いてる間に乗っておくことによって、どちらもよりマシなタイミングで乗ることができます。そしてここの11時12時くらいね、ちょっと人気のアトラクションくぼませていますが、ここはお昼のランチの影響と朝のピークの反動ですね。9時から10時くらいにアトラクションの待ち時間がピークになって、例えばソアリンが180分待ちになったりとかします。でそうなってくるとさすがにこの時間朝から並べないよなっていう人が並ぶのを避けた結果、そのちょっと後に待ち時間がちょっと下がります。でそのちょっと下がってるタイミングを見て、お、空いてるから行こうって言ってまたちょっと上がってきて、それがもうずーっと一緒ってなってきますね。だからこの朝のピークのこの瀬戸際みたいなタイミングはちょっとだけ下がりやすいです。で大体それが11時から12時の間ぐらい、朝のピークが終わりかけ、朝のピークがしばらく続いた後ちょっとのね時間帯がちょっとだけ待ち時間が下がりやすい。でこのタイミングはさらにランチの時間も関わってきて、一瞬だけね、本当に一瞬だけ下がることがあります。まあだから、すごいちょっとせこい感じで狙おうとすると、このタイミングで狙うっていうのもいいんですけれど、まあ結構ね、待ち時間っていうのは本当に反映されるにもね、タイムラグがありますので、アプリでその下がってる待ち時間の頃にはもうちょっとね、混んじゃってるって可能性もありますので、まあ見極めは難しいので、あまりおすすめ、ここを狙っていくっていうのはおすすめできませんが、まあ傾向として、混んだ反動でちょっと下がってくるっていうところがあります。なのでここで大事になってくるのがお昼ご飯の時間帯です。お昼ご飯を何も考えずにね食べようと思うと、まあお腹のサイクル的に12時前後ぐらいにご飯を食べたくなってくると思うんですが、まあ、そこを本能に従って12時前後にレストランに行くと皆さんそう感じているので、レストランも大行列になっていることがあります。で、ご飯を食べるにも30分待ったり1時間待ったりしないといけないという感じに陥りますので、それをちょっと時間をずらします。例えば僕がおすすめしているのはだいたい10時台ですね。ちょっとお昼ご飯にしては早いかもしれませんが、10時頃に行くとレストランめっちゃ空いています。で、この10時頃はさらにアトラクション、人気のアトラクションはかなり混んでいる時間帯なので、
どっちにしろ行き場がないんですね。そのタイミングでレストラン、空いてるレストランに行ってゆったりご飯を食べると。でご飯を食べ終わって11時12時ぐらいでアトラクション、人気のアトラクションのピークが落ち着いてきたタイミング、そして皆さんがお昼ご飯を食べに行ってアトラクションの待ち時間がちょっと下がってきたタイミングでアトラクションに乗りに行く、この流れが僕はかなりおすすめですね。まあ、もちろん予約できるレストランを取っている方、予約している方が12時前後に予約をしているっていうのは全然いいんですけども、予約をしていない、予約がないレストランに12時頃にフラッと行こうと思うと結構かなり混雑に巻き込まれちゃいますのでご注意ください。でそれ以降お昼食べ終わってからは本当に夜までもう一定です。ここで特に何か攻略法があったりするわけではありません。まあ、強いて言うなら15時や17時夕方のチケットの方が入ってくるタイミングで待ち時間がぐっと伸びやすい、一瞬伸びやすいっていうのと、パレードの最中、ディズニーランドのパレードの最中にちょっとその瞬間だけ待ち時間がちょっとだけ下がるよっていうところはありますが、基本的に全体的に見て待ち時間はほとんど一緒のことが多いです。なのでこの昼から夕方夜にかけてめちゃくちゃ効率的にアトラクションを少ない待ち時間で行こうということはできません。じゃあこの昼の時間はどうするかというと、人気のアトラクション並びたかったらその待ち時間待つだけ、並ぶだけとなります。ただ一方でディズニーには嬉しいサービスもあって、プライオリティパス、ディズニープレミアアクセスというものが現在は実施されております。こちらはアトラクションに早く乗ることができるサービスです。プライオリティパスは無料で取得できます。プレミアアクセスは有料で課金で早く乗ることができるサービスです。あとはバケーションパッケージを利用する方はアトラクションに素早く乗ることができるバケーションパッケージのアトラクション利用券というものもあると思います。で、そのような早く乗れるサービスをこの昼の時間帯に使うことがおすすめです。まあ、プライオリティパスに関しては時間を指定できないので成り行きでそれた時間帯で行けばいいんですけれども、プレミアアクセスを購入する時間やバケーションパッケージのアトラクション利用券を使う時間帯は昼から夕方がおすすめです。この時間帯はどのアトラクションも混んでいて、どこもね、園内もどこも混んでいるので、その中ですぐ行けるサービスを使って快適に過ごしていくというのがおすすめですね。あとはそれら持ってない方、プレミアアクセス買わない方なんかはアトラクション以外の楽しみというのもこの時間帯結構やることが増えてきますので、そこに行ってアトラクション並ぶのを避ける、長時間並ぶのを避けるという動きもおすすめです。例えばショーとかパレード見たり、あとはホテル宿泊する予定がある方はホテルのチェックインが15時からできますので、チェックインしてホテルでちょっと優雅に過ごしていく、ちょっと休憩をするみたいなこと、あとはレストラン行ったりフードを食べてみたり、そういう過ごし方のパターンが出てくるかなと思います。じゃあ具体的にね、どこに乗ったらいいのか、何をしたらいいのかに関しては皆さんそれぞれで変わってくると思います。ショーとかパレードを見たい方はそれ見たらいいですが、興味ない方ももちろんいると思いますし、ホテルを取ってないという方、そして乗りたいアトラクションがね、好みがあったりなかったりっていうのもありますので、そこは何をするかは皆さんご自身で変わってくるので、ここで一概にはじゃあどういう流れでね、どこ行ったらいいかっていうのをお伝えできませんが、とりあえず皆さんがやりたいこと、行きたいところ、そこをこの昼間の時間帯にまあ普通にやっていくという、それだけですね。攻略は特にないので、やりたいことをこの時間帯でやっていく、疲れないように体力と相談しながらやっていくというだけになってくるかなと思います。そしてその後夜19時頃からですね、また待ち時間は下がってきます。人気のアトラクションはちょっとだけ下がってきて、朝より空くことはほとんどないですね。人気のアトラクションに関しては昼間よりは空くぐらいかなって感じです。で、小規模中規模のアトラクションは結構待ち時間が下がってきます。ものによっては5分待ちとか待ち時間なしまで行くところもありますので、まあ、朝乗り切れなかった小規模中規模のアトラクションは夜にまたいっぱい乗っていくとか、まあ、あとは夜人気のアトラクションに1個ね、待ち時間少ない待ち時間で1個乗るみたいな感じ、この辺が考えられます。ただ一つだけ気をつけたいポイントがあります。それは人気のアトラクションものによっては案内が終了になってしまう可能性があります。例えばソアリンなんかが夜19時で120分待ちだった場合は、19時から120分待ったら21時で閉園時間なので、そのタイミング19時の段階で案内終了となります。だから19時からそれ以降ね、待ち時間が下がってきやすい時間なんですが、そこに入る前に案内終了ということもありますのでご注意ください。まあ、これがあるのは本当に人気のアトラクションで、特に混んでる日なんかだとソアリン、トイストーリーマニア、センターオブジャス、タワーオブテラー、美女と野獣、スプラッシュマウンテン、この辺なんかで
ちょいちょい起きることがありますので、夜に行こうと思っていると混雑状況次第では行けなくなってくる可能性あります。日中の待ち時間が120分超えているような日だったら夜行けない可能性があるなというのは一つ頭に入れて、じゃあもう昼前に並ぶか、最悪じゃあプレミアムアクセス今から買うかというね、判断が必要になってくるかなと思いますのでご注意ください。まあ、また夜アトラクションの待ち時間が下がる理由としては主に2つ考えられて、帰る人は帰るというのと、夜のショーが始まるからという理由ですね。帰る人は帰る、特に小さいお子様連れの方が夜ね、子供が疲れちゃってもうじゃあ夕方で帰ろうかってなったりとか、遠方から来てる方が終電とか交通機関の関係で夕方には帰らないといけない、そういうところで夜はね、人が減ってきます。特に子連れの方がいなくなるっていうのは結構顕著に出ていて、子供連れの人気のアトラクション、例えばディズニーランドだったらプーさんのハニーハントとか、ファンタジーランドにあるまあイッツアスモールワールドとか、小さい子供でも乗れる系のアトラクションは夜19時以降に結構待ち時間が下がってきます。まあ、だから子供連れの方はね、自分はもちろん自分そのタイミング帰っちゃうから乗れませんよっていうところはあると思いますが、まあ夜までいるよって方は、そういう子供でも乗れるアトラクションは朝乗れなかった場合は夜に乗る狙ってみるといいんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、夜のショーがやるからという点ですが、ディズニーシーだったらビリーブシーオブドリームス、ディズニーランドだったら現在はエレクトリカルパレードとマッピングのショーがね、新しく9月の20日からありますので、そちらの影響でその裏、その時間帯は全体的にアトラクションの待ち時間は下がってきます。だからアトラクションガン回ししたい、ショーを見たくない、ショーなんか興味ないという方はそのタイミングアトラクションをね、狙うチャンスかなと思います。なので全体的なまとめとして、1日のこの混雑傾向を踏まえて超効率的なプランを考えるとしたら、まず朝7時までに開園待ちをします。で、開園から2、3分で入園して、人気のアトラクションにどれか一つ乗っていきます。そして入園と同時にまたプライオリティパス、プレミアムアクセスを必要な時間帯、必要なアトラクションで買ったり取ったりしておきます。で、人気のアトラクション1個乗り終わった後、人気のアトラクションね、乗り終わったら待ち時間が伸びてるなっていうのを見て、じゃあファンタジーランドとかディズニーシーだったらマーメイドラグーンとか、そういう小さめのアトラクションがあるところに行っていくつか乗ったり、景色を見たり楽しんでいきます。で、その後10時過ぎぐらいにその小さめのアトラクションもどんどんと混んできますので、そうなってきたタイミングでレストラン、お昼ご飯を早めに食べます。だいたいレストランは10時ぐらいに開店するところも多いですので、10時30分とかそんぐらいにご飯を食べに行きます。で、ご飯を食べ終わって11時過ぎ、11時30分ぐらいで、もしプライオリティパスやプレミアクセスを持ってるなら乗ってみる。そして何かどうしてもね、パス取れなかった、プレミアクセスも買う予定がない、まあ、人気のアトラクションがちょっと待ち時間下がっていたらそこで乗ってみる。もしくは昼間から始まるショーに抽選かけておいて、まあ、当たっていたら見に行く。そういうような流れになっていきます。で、お昼以降、人気のアトラクションになんかもう腹くくって並ぶとか、フードの食べ歩き、飲み歩きをして過ごしていこうとか。で、ホテル取っていたらチェックインして、ホテルの中をしっかり楽しむ。で、夕方ぐらいにまた戻ってきて、人気のアトラクションに乗ったりとか、そういういろんなパターンが考えられてきます。で、最後、夜19時ぐらいにアトラクション待ち時間が下がってくるタイミングで、また、小さめのアトラクションに乗ったり、ショーを見なければ人気のアトラクションにね、最後昼間よりは少ない待ち時間のタイミングで、最後1個乗って閉園時間で帰る。もしくは夜のショーを見て、その後ちょっとね、小さめのまだやってるアトラクションに駆け込んでいって、最後帰る。そんな流れになってくるんじゃないかなと思います。だポイントは結構朝ですね。もう昼以降はいろんなやり方があるので、で、そして個人個人の気持ちとか価値観によって変わってきますので、ポイントはもう本当に朝です。午前中までをどう過ごすか。開園直後に空いてるタイミングで行く。朝ピークでは人気アトラクションに行かずに空いてるところやレストランを先に行っておく。ここの混雑を避けるポイント。ここの動きをうまく決めることによって、それ以降の疲れ具合とかパフォーマンスに関わってきて、一日全体をね、より効率的に過ごすことができるようになります。で、ここでよくある質問として、朝開園直後に行けないよという場合、昼ぐらいから入園できないよという場合、あとはね、夜までいられないよという方いらっしゃると思います。で、そういう場合はじゃあどうしたらいいのかというと、今紹介した開園直後、朝、昼から夕方、夜、この時間帯での過ごし方ですね。それの自分が行けないところをバッテンして消してください。例
えば昼からしか行けないよって方、もう朝の攻略のところ、当たり前ですけど行けなかったら攻略とか何もないので、昼からしか行けないよって方はもう朝は、ね、別に気にしないでいいです。まあじゃあどうするかっていうと、もう人気のアトラクションに並ぶんだったら並ぶだけ、フード食べ歩きするなら食べ歩きするだけ、もうそういうなんかもう自由にしてくださいで終わりですね。また夜遅くまで入れないよって方は、朝工夫するとこだけ工夫して、まあなんか適当に過ごして終わりっていう感じになると思います。このポイントで自分が行けない時間帯はバッテンして、そこでのポイントだけで過ごしてみてください。ディズニーのアトラクションの攻略、パーク全体の攻略は、この基本的な混雑の裏を書いて空いてるタイミングを狙っていこうというだけですね。なのでこういう混雑のメリハリがないような昼間とかそういうところではやることはないですね。まあ、残酷な現実ですが、そこでね、特別何か早く乗れる裏技みたいなものは存在しておりません。並ぶしかないものは並ぶしかないので、その時の待ち時間とご自身とかの体力と相談して並ぶか並ばないか判断したり、あとはね、そもそもアトラクション以外の楽しみ方をやってみたりとか、そういうところがね、大切になってきます。繰り返しですが、ポイントは朝ですね。この朝をどう過ごしていくか、ここがかなり攻略しがいのあるポイントとなっておりますので、ぜひですね、ここの時間帯のこの混雑の上がり具合、開園から5分以内の入園でしか最低1分くらい待ち時間で人気アトラクションに乗ることができませんよというところは覚えておいてください。ちなみにこの混雑の傾向ですが、連休とか混んでる日ほどこれめちゃくちゃ出やすいです。というのも、この混雑の傾向というのは多くの方の、まあ、大衆の心理の動きなので、朝一人気アトラクションにいっぱい行こうと思っている方が多いほど朝のピークは膨れますし、お昼は12時頃に食べようと思っている人が多いほどお昼の時間の待ち時間は下がりやすいし、レストランもその時間は混みやすいとなってきます。そして混んでれば混んでるほど、特に大型連休とかでディズニーの初心者の方が増えれば増えるほど調べないで来る方が多いので、とりあえずなんとなくそういう動きで行こうかなっていう方がめちゃくちゃ増えて、この混雑の傾向がより顕著に出やすいです。なので混んでる日、特に大型連休とか3連休とかそういう日ほど、この裏を書いて過ごすっていうのがめちゃくちゃ効いてきます。だから皆さんの中にもね、もちろん大型連休とか連休行かれる方多いと思います。そういう方々はね、ぜひね、騙されたと思ってこちらね、裏書いてみてください。ただこれが普通に混んだりとか近郊のゲストが増えて混んでるような日では、これを知っている方が多くなってくるので、この傾向っていうのはちょっと和らぎますね。朝のピークがそんなに上がんなくて、昼間もずっと朝のピークとほとんど同じぐらいであるよみたいなね、ことも結構全然平日とかに行くとあります。まあそうなってくるとね、その効果自体は薄いかもしれませんが、まあ効かないことはないので、基本的にもうスタンダードな攻略法をしたい方は、この流れ、今先ほど紹介したその流れで行くというのが、もう初心者にはおすすめの動き方ですね。僕も普段アトラクションにたくさん乗ろうって思っているときは、先ほど紹介した流れで過ごしています。で、それを実際にやってみた動画がこちらで、アトラクション全制覇に挑戦した動画です。一日でね、アトラクション全部乗るために、アトラクションの効率性だけを求めて実践しているので、特にこの朝の開園直後の動き、それ以降の朝の人気アトラクションのピークの時の動き、昼のご飯の時間の使い方、お昼以降の過ごし方、夜なんかね、アトラクションの待ち時間の推移からどう行動していくかっていうのをね、実際にやりながら解説しておりますので、気になる方、実際どんな感じなのかなって見たい方は、ぜひこちらの動画見てみてください。今後も混雑状況とかイベントに応じて、これらの傾向を元にした回り方の紹介をした動画とかも投稿していく予定ですので、気になる方はぜひ見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。今回はかなり基本的ですが、もう本質的にかなり大事な話をしましたので、この動画ね、まずこの話を頭の中にボンと押さえておけば、いろいろと過ごしやすくなったり考えやすくなってきたりすると思いますので、ぜひね、覚えて帰っていただけたら嬉しいです。それでは今回の動画最後までご視聴ありがとうございました。もし今回の動画が少しでも参考になりましたら、チャンネル登録と高評価でこの活動を応援していただけますと非常に嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。